ちょっと危ないかなという感じの中で村山さん、はい、長嶋一茂のタイムリーヒットがいきなり出たんですが、うん、そうですね、長嶋のヒットを打つ前、その前にですね、清水がセンター前に打ちましたね、はい、これでストライクはもう全く入らなくなってですね、長嶋自身に投げた球がやっぱりボールが先行してましたね、はい、もう真ん中投げたらいいような形で投げてきましたね、結果的に一番苦しい苦しまぐりで投げたやつを投げてましたけどね。さあそして2回の裏タイガースの攻撃はこのところ4番を任される檜山からです。宮本投手がジャイアンツはマウンドです。隔離と宮本、2回の表ジャイアンツ長嶋のタイムリーで1点を取っています。ご覧のように堂々たる数字を今シーズンここまで残しています。セカンド今日は高村です。去年もこのタイガース戦では比較的いい数字を残しています。宮本です。タイガース戦4試合に投げて2勝。タイガースのバッター真由美さんから見る宮本投手っていうのはどんなイメージのピッチャーなんですか？そうですね、球威で押してくるコントロールをね、コーナーに投げ分けて、持ち味は変わっていないと、変わってないと思います。スコット・クールボー、平尾、木戸、隔離と打順が続いていきます。タイガースは今日クールボーがスタメンに復帰です。センター痛烈、しかしマックを打ちます。結構球は速いんですけどね、これ一番失敗なのはコントロールでしょうね、まあ、141キロあたりをどんどん投げてますけどね、ランナーが出ると非常に苦しくなりますね。まあ、一つ崩れてくると、特にランナーが出ますと、やっぱりフォームが崩れてきますね。その点、宮本は、クールボーライトへのヒットです。遠くに飛ばしてますからね、だいぶ調子は上向きだと思いますね。続いて3年目、20歳の日、苦しかったんですけど、それでね、内野安打かなり稼げましたからね。大宮東高校からプロに入って3年目、20歳の平尾です。まあ、去年はかにした方ですね。こういう大舞台に立ってもね、こうちょっとね、今年体重かなり落ちてるみたいなんですけどね、でもプロに入ってね、一回ちょっとふっくらした体を締めて、それから筋肉で大きくなってくると、本当のプロの体ってできますからね、力強さもかなり出てきましたしね。一塁ランナーがスタート、ストライク、ワンボールのカウントから出てないですから、たまに出ても打てないですからね、こうして常時出ていっていい成績残していけば自信もつくでしょうしね。さあジャイアンツが2回に長嶋一茂のライトへのタイムリーヒットで1点取って、その後村田新一に長嶋監督スクイズのサインを出したんですが、そうでしたね、失敗もありました。結局追加点ならずで、2回の裏タイガース、あそこでやっぱり1点欲しかったでしょうね、まあ監督の商売はもう1点でも2点でも3点でもというようなもう欲しいわけですから。おとといジャイアンツ初夏の日差しがまだ十分に残る甲子園球場の上空です。ですが宮本投手の投球、今日はいい悪いどう判断されますか？まだまだね、乗ってきてないですよね。この人乗せると怖いんですよ、したいですね。宮本の場合は特にその辺の傾向が、ね、強いですね、速球をされました。そして再び4月末選手登録されて、それからずっとスタメン起動です。
が悪い、山田が悪いんじゃなくて、まあ、あのチーム自体が状態が悪かったですからね、やはりこういうベテランを使って、こう、ピッチャーに対して安心感、安堵感というものを与えていけば、やはり伸び伸びと投げていらしましたよね、それが結果的に良かったんじゃないでしょうかね。ような形を取らざるを得ん時期も来ると思いますのでね。ツーアウトからチャンスを作ったタイガース。変化球が外れてフォアボール。ジャイアンツ戦は開幕早々木田から、そしてこの甲子園4月甲子園で川原から2本のホームランをジャイアンツ戦でも飛ばしています新庄。ヒットを出てチャンスを大きく広げればだんだんあの打順的に良くなってきますから、クリーンアップにつなげますからね。ここはもうとにかくヒットでつないでいくこと。出してないと、とにかく強く叩いてくれることを願ってると。それはたまたま狙い球が違ったんでそんな形のバッティングになったんだろうと大下監督が話してましたね。はい、と思いすぎて力入りすぎて変化球のに対して、ね、ヘッドが出てこなかったんですけど、それでね結果的にはあのセンター前になりましたけどね。いい当たりだ、左へ切れるファールボール。こう外見向けまして伸び伸びとやってるということはこれで素晴らしいことですよね。何か肩にはまってしまってうんじゃなくて、新庄らしいものは全て出し尽くしてるということでしょうね。30試合に届かない時点で去年のホームラン数をしのいでいる新庄剛志。ファールフライ、落合が追います。スタンドに入ります。右へ流れる。ツーアウトです。